こんにちは、細田美由紀です。山崎恵子です。本日はアートマンに届いたご相談について考えていきたいと思います。相談を読ませていただきます。10代女性の方からです。勉強がしたくなくて学校に行くのが嫌になります。特に数学と社会が苦手で、理由は考えるのが嫌だからです。学校自体は友達に会えるから楽しいのですが、勉強はしたくないです。どうしたらいいでしょうか、というご相談です。それでは相談について考えてみたいと思いますが、本日のゲストは尼崎で大和肥料株式会社を経営されている阿保秀樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは相談の答えをお願いいたします。はい、私がお答えした答えはこれです。とやりたくないならやらなくていいです。いつやるか、それだけです。今やらなくても死ぬまでに必ずやる時が来ます。20歳でやる人もいれば70歳でやる人もいます。ただあなたが何歳まで生きるかは定かではありません。友達に会える楽しみはいろんな勉強なしには続いていきません。それは学ぶこと、知ることは確実に喜びを生み、楽しみにつながっていくからです。人は変化、進化していきます。いろんな人と接して、学校の義務教育だけにとらわれず、どんなことから順番に学ぶか、時間を使って今を生きてください。早くいろんなことを知る姿勢を作ることは、それだけ多くの喜びや楽しみを得ることができるので、早く行動していくことが私はおすすめです、と答えました。理由は考えるのが嫌だからです、勉強したくないですって、こう結構あると思うんですけど、それについてどんだけ親子で語り合ってるかという、いややねん、いややねん、いや、やりなさい、やりなさい、やった方がいいよ、でもほんま嫌やねん、今やりたくないねんっていう繰り返しなだけで、何にもこう解決してない状況を続けているから悩みになってるんじゃないかなと思うので、うん、すごい、やったら楽しいよっては誰もが言うじゃないですか、うん、どうやったら伝わるのかなっていう、うん、コミュニケーションの取り方が難しいところなんじゃないかなって、ね、うん、はい、数学と社会が苦手っていうのに違うのが、例えば友達と喋るのが得意の中に数学も社会も出てきてるはずなんですよ、うん、なんか買い物が例えば好きだったら、うん、数学がわからないと買い物できないですよ。そうですね、人間の体に基づいてものづくりもできてると思うんで、うん、食べ物を美味しくするためにどんな肥料を作るかっていうのも、人間が美味しくどうやって食べれるかとか、どうやったら健康になれるかっていうのを考えて作られてるから、全てのものが勉強に通じてるので、そういう話し合いができれば、あ、数学って何につながってんのかなっていう、自分の生活に置き換えて考えてみると、うん、興味はあると思うんですよね、みんな、うん、体も数学でできてるし、社会でできてるんで、うん、なんかきっかけなのね、うん、やと思いますね、うん、広がると楽しさが分かるかもしれないですね、うん、なんでもいいからこう興味を持って勉強しだしたらね、うんうん、他の教科もこう一緒のようになっていくと思うんですよね、うんうん、出ましたね。ぜひ参考にしてみてください。それでは最後に告知や事業紹介がございましたので、お願いします。はい、私どもは大和肥料といいまして、尼崎で有機肥料を作っている会社です。安全で美味しい農作物を増やしていこうということで、頑張っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次回もお楽しみに。